学だ。7月24日のゲストはこの方です。音楽家の曽我博です。今回はプライベートの話やね、音楽を学ぶ楽しさなどを話したいと思います。本当に勉強になりますから、しっかりお聞きください。 AM954 FM 90.5 お昼意識最終22。では今夜の地球防寒バッジ当選者は、ラジオネーム水穂ウエストさん、キセノンさん、プモプンコンさんです。おめでとうございます。ダメルームさん、ありがとうございます。ね、南部さん、はい、これからは IoT の時代ですよね。そうですね、はい、っていうのがよくわかりましたけど、はい、そういう社会が来ることに想定した上でいろんなことを整備しないと、まあ、IoT 絡みのね、はい、その新しい社会のトラブルが出てくるっていうのは、これまでのネット社会がそうだった通りだということなので、ゆるな整備をしていかなきゃいけないですね。はい、はい、ここまでネットキブロック、皆さんありがとうございました。またぜひ TBS ラジオを聞きの方に、体のリトナイトテンション、今夜はアーカイバーの鈴木博之さんが登場です。音源聞きながら昭和のお話いろいろ伺います。日本美術の名品がずらり、縄文時代の土偶からお子様に大人気の妖怪ウォッチまで、妖怪たちが一堂に集結。 TBS ラジオ公演大妖怪展、8月28日日曜日まで江戸東京博物館で開催中です。チケットは各プレイガイドでお買い求めいただけます。詳しくは江戸東京博物館、03-3626-9974、03-3626-9974、または TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。妖怪の全貌を一挙公開。 TBS ラジオ公演、芸能生活35年、一国堂スペシャルライブ開催決定。7月29日金曜日、板橋区文化会館大ホールを皮切りに、品川、武蔵村山、横須賀で上演。芸歴35年の集大成、磨かれ続けた絶品の芸をとくとご覧あれ。詳しくは0570-003337、 0570-003337、 サンライズプロモーション東京。 TBS ラジオ好きの皆様、ありがとうございます。この度 TBS ラジオは首都圏ラジオ聴取率調査において丸15年間首位を達成することができました。リスナーの皆様のおかげです。 TBS ラジオから感謝の気持ちを込めて、7月18日から25日までの間、各番組にメッセージをお送りいただいた全ての方から抽選で150名の方にフラワーギフト5000円分をプレゼントします。詳しい情報は TBS ラジオホームページをご覧ください。お聞きの放送は954&905 TBS ラジオ。月が見えてくる TBS ラジオ。貴重な資料を収集保存する活動をしているアーカイバーの鈴木博之さんをお迎えします。はい、では鈴木さんの選曲で一曲を聴きいただきたいと思います。ロスインディオさんとシルビアで別れても好きな人。私を包んでしまった。
Republican Party presidential nominee.